はい、どうも。ということで、今回なんですけれども、以前も行った企画なんですけれども、僕の今の手持ちで気に入っている生写真ですね。好きな生写真のトップ20をやっていきたいと思います。以前の動画、概要欄に入れておきますので、よかったらご視聴ください。まあ、以前とね、20枚見比べるためにも、再びこうやって形に残しているといった形でございます。で、前回ね、期間は3ヶ月、4ヶ月ぐらいかなと思う。半年、前回の動画でね、半年後に撮るって言ってたんですけど、まだ半年も経ってないんですけれど、まあ、だいぶラインナップが変わりましたね、はい。やっぱ集中的に購入したり、最近してますので、かなりラインナップとかメンバーも、まあメンバーはそんなに変わってないんですけど、はい。前もあって今回もあるっていうのがもう数枚しかない。3、4枚ぐらいですかね。はい。って感じです。で、前回はね、同じメンバーは3枚までっていう縛りも起きてたんですけど、今回はもう同じメンバー1人1枚までというふうにしました。なので、そのメンバーの今一番気に入ってるやつが僕の手持ちの中でですけど、はい。出てくるって感じです。はい。じゃあ第20位ですね。が、日常のアンダーバージョンのレンタンですね。はい。あ、すいません。購入品とか取り品でね、一部ちょっと、種類がわからないものがありますので、そこは、すいません。わかりません。って言います。調べるのはちょっともうめんどくさかったんで、はい。まあ、で、20位が、中なんですけど、はい。よりも持ってるんですけど、まあ、中の方が気に入ってるんで、よりはこれなんですけど、個人的にはこの中の方が気に入ってるんで、はい。20位が、日常のアンダーバージョンのレンタンですね。29位が日常のリリアのよりですね。はい。この髪型じゃないんですよね、最近のやつね。月刊生写真とか、デニムとか、ニットカーデとかね。はい。このリリアが結構好きなんで、これを選びました。はい。次、18位ですね。はい。が、たまちゃんの紅白衣装の2018ですね。月刊生写真3月のよりですね。はい。たまちゃんもね、ちょっと、若様軍団で、失恋お掃除人ですね、最近。あんまり僕ね、表題以外の曲見ないんで、何気なく、いつべき見てたら、失恋お掃除にハマっちゃって、はい。これたまちゃん可愛いやんってなってね。乃木中でもね、富士急のカエルとか、ありましたし、はい。たまちゃんが18位ですね。めっちゃ可愛いですよね。はい。で、17位ですね。が、4期生の八雲美桜ちゃんのよりですね。デニムですね。八雲ちゃんね、4期の中で、田村真由ちゃんも好きなんですけど、最近もう、4期はね、八雲ちゃんで行こうかなと思ってます。推し、はい。前まで田村真由ちゃんだったんですけど、ね、なんかやっぱ焼きそばパンのね、コールとか、運動神経のやつとかで、ヤコボちゃんどんどん好きになってますね、はい。続いて、16位ですね。が、欅坂のみーちゃんですね、はい。アンビバレントの、間違えましたね、はい。黒い羊のタイプ B のよりですね。これは前回も入ってましたね、はい。続いて、15位が、ジュアルデイズの通常版のカトシーですね。はい。前回、日向はね、ちょっと1人しか入ってなかったので、今回多めに、前回よりかは増やしたっていう形ですね。はい。カトシーめっちゃ好きなんですよね。この写真めっちゃ気に入ってますね。はい。続いて、第14位ですかね。が、黒い羊の封入のタイプ B のペイちゃんのよりですね。これも前回入ってましたね。はい。ペイちゃんめっちゃ可愛いですよね。続いて、13位ですね。はい。が、ユイポンの写真集ですね。感情の構図のタワレコの特典になります。はい。ユイポンね、ちょっと数増えていろいろあったんですけど、
今一番気に入ってるの地味にこれなんで、クリスマスのとかジュアルデイズのとか黒い羊のとかあるんですけど、このユイポンの表情がいいなと思ったので、まあ生写真でいいんですかね、一応ね、はい。まあ下にね、そのこういう枠っていうんですか、ないので入れようか迷ったんですけど、ユイポンちょっとこれでさせていただきます。はい、13位がユイポンの写真集の特典ですね。続いて12位がこちらですね、デニムの久保ちゃんのよりですね。はい、デニムのねメンバー何人かよりがない、こう普段のよりよりめっちゃやってるんですよね。みーちゃんのと比べるとなんか首ぐらいまでしか映ってないみたいな。みーちゃん割とここまで映ってるじゃないですか。なのでこれちょっと個人的にだいぶ寄ってるのが好きだなっていうのを改めて思ったんで、はい、12位がくぼちゃんのよりですね。続いて11位が小魚ですねの黒い羊のよりになります。はい、こちら会場で追加購入した時に出たんでね、もう本当に買ってよかったなと思って、地引きなんですけど、これが小魚で初地引きだったので、ジュアルでいずれね出なかったんでいっぱい買ったんですけど、はい、これ気に入ってますね。はい、第11位は小魚ですね。続いてトップ10ですね。第10位がラッキーバッグのマイアンのよりですね。今年のラッキーバッグですね。はい、今年のでいいんですかね。はい、2019年ですね。はい、これも前回ありましたね。はい、めっちゃ可愛いですね、マイアン。マイアンこれ一番気に入ってますね。はい、第9位が、僕の日向の推しのメミタンの黒い羊のよりですね。はい、黒い羊のよりばっかり申し訳ないんですけど、これは前回入ってないですね。はい、前回はアンビバレントのメミだったかな、確か。で、なんか卒業のねフラグが立ってる気がするんで、もう本当にやめてほしいですね。はい、本当にやめてほしいです。はい、M ステでいなかったりねするんで、なんか怪しいですけどね。M ステのあの配置がもうおかしかったんでね、前列5人なのにね、こう一番右のメミだけかけててっていう。はい、続いて第8位がミナミンのよりですね。これちょっとすいません、種類がわからないです。この表情がね、ミナミン何とも言えないんですよね。なのでミナミンの中だったらこれが一番今気に入ってます。もっといっぱいいい写真あるんですけどね、ミナミン。ちょっと選ぶの迷ったんですけど、今回はこれにしました。はい、ミナミンで引きもね、僕結構好きなのいっぱいあるんで、足がやっぱスタイルがいいんでね、足が見えてるやつとかいいんでね。はい、続いて第7位がネルの、これもすいません種類わかりません。はい、ネルもちょっとね、こっから迷った人ばっかなんですけどね。はい、そのネルの中でどれにしようかなとかいうのでいっぱい迷ったんですけど、これにしました。髪型がやっぱネル、この髪型が僕一番好きなんで。はい、続いて第6位ですねが、イクちゃんのデニムのよりですね。これもさっきのクボちゃん同様ね、ほぼ首までしか映ってみたね、よりの中のよりみたいな感じで気に入っております。ここからベスト5ですね。はい、第5位がこちらもデニムの、ちょっとデニムが多めでね申し訳ないんですけど、デニムのミオナのよりですね。前回はね、エトーですね、2019のエトーを選んだんですけど、ちょっとそれをこれが上回ったかなっていう感じで、第5位ミオナのデニムのよりにしました。はい、続いて第4位ですねがリサのアンビバレントのよりですね。タイプ A ですかね。はい、これも前回入ってましたね。で、このアニラのね、こっちと迷ったんですけど、角度とか衣装的にもね、こっちをちょっと選びましたね。はい、すごく迷ったんですけど、はい、第4位はリサですね。続いてトップ3ですね。はい、第3位がアシュの
これもちょっとすいません、種類わかんないです。はい、この足めっちゃ可愛いですね。めちゃくちゃ気に入ってます。前回がインフルエンサーのご試行のやつとか、あとは帰り道の封入とかですね、あと二十歳の記念の振袖ってやつですかね、押し込んとか足入れたんですけど、その時持ってなかったこれを今回入れましたね。はい、この足めっちゃ可愛いですよね。完璧です。はい、続いて第2位ですね、が水木の日常の寄りですね。水木もねめっちゃいい写真いっぱいあるんで本当に迷ったんですね。ラッキーバッグとか、あとはデニムもね良かったですし、デニムの引きも好きなんですよね。なんですけど今回日常のよりということで、はい、これすごい迷いました。もうなんかこれはなんか眺める日によって変わる気もしますけどね、まあ撮影日が気分はこれだったという感じで、はい、第2位は水木でした。第1位が、はい、これも前回と一緒でね申し訳ないんですけど、なあちゃんの帰り道の、帰り道は遠回りしたくなるの封入のよりですね、タイプ A ですね。まあもうこれを、もうなんかね、あるんですよね。1位以外に下げちゃうともうダメみたいな中で。自分のルールがあるんで、もう、これはすいません。1位にさせていただきました。はい。ということで、以上、現在の生写真お気に入りトップ20のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。